藤井聡太八冠、8大タイトル独占を決めた王座の就位式です。今日東京で行われた衆位式では、かつて全館制覇を成し遂げた羽生義晴会長から、王座の面上である陰居状が贈られました。藤井八冠は今年秋の王座戦で史上初の八冠をかけ、長瀬拓也九段に挑戦。逆転劇などもあった激しい戦いを制し、王座のタイトルを奪取しました。 本当に大きな注目をいただくシリーズになりました。嬉しく思うと同時に、こう高揚感。そして緊張感もありました。その中で、勝つことができたのは、本当に幸運であったというふうに思っております。おめでとうございます。藤井八冠の次のタイトル戦は、年明けの来月7日から始まる王将戦で。菅井達也八段の挑戦を受けます。